チャオ、あっちゃんです。今日はね、シェルちゃんがねアイス食べてきてって言ってスパチャしてくれたんで、シャトレーゼで買ってきました。デザートモナカ、シナモン香る富士リンゴタルトのモナカ。なんかね、変わった見つけた。これアイスミルクやね。もうね、これ初めて見た。これも多分新作やと思うんだけど、シャトレーゼ、富士リンゴ、富士リンゴ、これね、大将、普通のこんなもん、あリンゴの香りしてる。モナカでね、ちょっと動画的に、ね、パクってきたんだけど、動画的にちょっと笑おう。こんな感じです。色が分かれてない。なんか黄色いところとちょっと赤っぽいところと、なんかジャムみたいな感じ、3層になってんねんね。ではちょっといただきます。デザートモナカ、デザートモナカ、シナモン香る富士リンゴのタルト、1個150円、税込み162円で、4個でいくと、550円、税込み594円。ちょっと安くなるんだよね。で、1個で買うと150円。まあ、150円のモナカって言ったら普通のよりもちょっと高級モナカにはなんねんけども、いただきます。ちょっと笑いが出るぐらい美味しい。食べた瞬間にシナモンが口の中でふわってシナモンの香りするんだけど、その後ね、リンゴが後から追っかけてくるのよ。で、その追っかけてくるリンゴが、リンゴのコンポートみたいな感じの、ほんまのリンゴの味わい。で、リンゴの爽やかな甘みと酸味が、すっごい口の中に広がってくるね。富士リンゴを食べてる感じがする。なんていうの、リンゴのほら、焼きリンゴ。焼きリンゴして、その上にシナモンを振りかけたって、そんな感じなん。とろーっとしたね、リンゴの味わい。めちゃくちゃうまい。ちょっとこれね、3層に分かれてるんで、ちょっと下品な食べ方します。そうやってね。手で向こうかもしれないけど、手で向いたら、手がベチベチするよね。3層をね、別で食べるの。この、まず上の黄色いところ。黄色いところ、バニラ。美味しい。黄色い層はバニラで、ちょっと茶色い層がリンゴで、なんか果肉みたいなのが入ってるわ。で、この中のジャムみたいなやつがリンゴの、なんかリンゴをジャムにした中にシナモンを練り込んでるみたいな感じ。めっちゃ美味しい。想像してた、はるか上に行く味。焼きリンゴ食べてる感じやね、一番、表現的に言うから。チョコ入ってんのかな。どっかに、チョコが入ってる。クランチのチョコ入ってるわ。ホワイトチョコや。ホワイトチョコの、ミルキー感がすごい口の中に残る。これはいいね。リピ確定。ちょ、今ホームページ見たらね、
冷凍乳季節限定で今しか食べられへんから、これもシャトレーゼ走って絶対におすすめ、うん、これとねもう一個ねレモンが出てた、瀬戸内レモンってどっちか迷ってんけど、やっぱりこのシーズンリンゴかなと思ってリンゴ買ってんけど大正解、うん、ちょっとこれね公式文章読んでみましょう、爽やかな酸味と甘みのバランスが絶妙な富士リンゴを使用、ほんのりシナモンが効いた専門店のリンゴタルトをイメージしたモナカアイスに仕上げました、多層仕立てにより今までにない食感と美味しさに加え大人の贅沢なモナカアイスです。カラメルチップ入りホワイトソースチョコの上に、クッキークランチ入りのキャラメルリンゴアイスと風味豊かなカスタードアイスを重ね、シナモン風味の果肉リンゴソースをあしらい香ばしいモナカサンドにしましたってことやね。あ、だいたいあっちゃんのレビューが当たってたね。焼きリンゴっていうかね、リンゴタ、まあまあリンゴタルトって書いてあったな、タイトルに。シナモン香る富士リンゴのタルトって書いてあるね。タルトをイメージして作ったよね。で、やっぱりね、その甘みと酸味のバランスの取れたリンゴを使ってるってあっちゃんに言った通りです、はい、でもうきっちりねここのコンセプトにはまったね。で何層かになってて、カラメルチップ入りのホワイトチョコ、クランチじゃなくねカラメルチップが入ってるんやって。でこのシャリシャリ感、うん、がホワイトチョコの中にカラメルクランチが入ってる。こうやってパクンって食べたらめっちゃシナモンが効いてリンゴの味はめちゃくちゃうまい、うん、でキャラメル入りリンゴアイス、さっきのねなんかつぶつぶ入ってるやつがキャラメル入りのリンゴアイスね、ガリガリって今なってると思うんだけど、これがねカラメルやと思う、ね、でバニラアイスじゃなくカスタードアイスやって、へえ、うん、ホワイトチョコも入ってて、ね、うん、シナモン風味の果肉入りリンゴソース、これがまた美味しいのよ。とにかくみんなにこう全部と混ざることによってめっちゃ美味しいアイスになってるの、うん、これね単品150円のお腹やったら安いわ、うん、あ、10月4日発信発売やって、え、先週発売したばっかりね、うん、これはねいいです、めっちゃ美味しい、うん、でねもう一個ねあったのが瀬戸内レモンのタルトって、これ多分夏かな、これも多分終わっちゃうんちゃうかな、瀬戸内レモンね、次見つけたら買わなかな、これ季節限定で瀬戸内レモンの瀬戸内レモンタルト、これ多分夏限定やと思うんだけど、これも美味しそうなんよ、次行ったら買おうかな、レモンタルトをイメージしたアイスって、これもクッキークランチのホワイトチョコソースの上にローストアーモンド入ってんねんて、レモンのカスタードアイスとクリームチーズのアイスを重ねた酸味の効いた瀬戸内レモンピールをあしらって、うわこれ美味しそう、またちょっとね僕のレモンの方行くかもわからない、今回リンゴ買って正解、めちゃくちゃ美味しい、うん、うん、こんな感じでね159円から税込みで158円ぐらいかな、あ、違う、148円ぐらいかな、1個ね、4個入りで買うと、うん、だから600円から、6円安いから1.5円安くなる、だから148.5円いいかね、うん、あ、違う、
税抜きで150円やから、税込みでいくと162円やから、13.5 円安くなるね。4個入りで買うと。で、4人家族なんかだったらお得やし、冷凍庫入れといて1人で4個食べてもいいしね。シャトレーゼね、お得なんだよ。もちろん、1個単発で162円で買っても、ありやと思う。それぐらい美味しいのよ。この瀬戸内レモンは食べてないのは何とも言えんだけども、もう絶対美味しいと思う、これは。うん、でも、リンゴタルトはもう確実言えるのはめちゃくちゃ美味しいから、これは食べてほしい、みんなに。うん。もちろんこれ大好きやわ。結構ね、あいつはモナカアイス好きでね、結構モナカ買うのよ。チョコモナカジャム大好きね。モナカ結構食べんねんけど、ポロポロポロこぼすんだけど、あそこまでサクサクじゃないから、モナカ生地はしっとり生地やからこぼさない。ふふ。ね、動画撮ってから10分ぐらい経つけど、まだ大丈夫。で、今ね、季節限定いっぱい出てるわ。北海道産発酵バターとアーモンドのフロランタン。10月22日発売までやん。10月22日に、新しいの出るって。北海道発の北海道発酵バターとアーモンドのフロランタンが出るって。で、これが、富士リンゴが10月4日発売。ね。この前食べたね、ベルギーチョコアイス。うん。ね、ベルギーチョコのモナカ、あれも美味しかったしね。シャトレーゼのモナカ美味しいよ、あたりを。片焼きクランチ入り板チョコモナカショコラ、これね、ベルギーチョコ入ってる、ベルギーのクーベルチュール入ったやつ、これも美味しかった。うん、結構ね、シャトレーゼはほんまにね、外れがないなーって感じ。まあね、シャトレーゼの新商品も追っかけていきましょう。あ、こぼれた。ケーキはちょっと高いからね、頻繁に行かれへんねんけど、今ハロウィンケーキで出ててね、ハロウィンケーキね、1個410円ぐらいすんのよ。かわいかってん。なんか、お化けのケーキね。かわいかった。ほんとね、ハロウィンのね、ホールケーキも出てたよ。なんか持ってないぞ。あったあった、これやこれ。かわいいお化けのデコレーション。3024円。うんね、かわいいしね。シャトレーゼは結構ね、いろんなケーキもあるしね。シャトレーゼ結構ね、無添加商品とか多かったね。素材にこだわってる店なんよ。いや、これかわいい。なんかね、創作和菓子、ハロウィンフランケンシュタインで、フランケンシュタインの顔の、なんかおまんじゅうみたいなのと、かぼちゃのおまんじゅうみたいなのと、かぼちゃのジャックオランタンね、と、猫の、化け猫のハロウィン、黒猫の化け猫みたいなのとかね、出てるわ。なんかわいい。あとね、10月4日にピスタチオの、あれみたいなやつ、パルムみたいなやつの、ピスタチオとマダガスタルバニラとトチオトメが出てるの。あとね、4種のチーズベークドケーキのバーとベルギーショコラ、ベルギーショコラのガトーショコラバーって出てると、あとデザートのね、発酵バターとアーモンドのフロランタン、これまでね、10月22日やね。それと、シナモンの今食べたやつね、とか、あとね、シュークリーム、シューアイスも出てる。結構ね、新商品出てるね。シャトレーゼはね、ちょっと穴やった。またシャトレーゼの新商品も追っかけるかもわかんないです。ということで、美味しいもの見つけて紹介するのも、あっちゃんねるのこれからのコンテンツやと思うんでね、美味しいものいっぱい食べましょう。美味しいもの紹介していきます。はい、ということで、今日のあっちゃんの、シャトレーゼの新商品、デザートモナカシナモン香る富士リンゴのタルト、めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。今日のあっちゃんの、シャトレーゼの新商品モナカ富士リンゴのタルトモナカ、レビュー良かったよと思ってくれたら高評価、応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。シェルちゃん、スパちゃん、ありがとうね。では。
またね、バイバイ。美味しかった。